いい感じだな。できそうだ。逃げられたか。それ。かかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。
なかなかいい釣り場みたいだ。それかかったいい感じだな。まずまずだな。それかかったいい感じだな。逃げられたか。それかかった。これは期待できそうだ。逃げられたか。
か、そういう噂ではなくって、前の七組の皆さんのことや妹さん、皇女殿下方面の噂です。
悪い。待たせちまったか？え？この声。まさか。レクター少佐。それに。ニシシ。ミリアム。久しぶり、リーン。だからいきなりタックルは。で、いやー、無理言ってレクターについてきてよかったよ。また来週から任務でさ、いつ会えるかわからなかったから。卒業おめでとう、リン。っていうか、すっごく背が伸びたね。ゴリジュくらいだけどな。ミリアムは変わらないな。元気そうで何より。ミリアムちゃん、久しぶりだね。やれやれ。久しぶりだ、シュバルツァ。ここで会うのは本来想定外だが、たく、うまい落としどころをまんまと見つけやがったもんだぜ。何のことやら、自分にはさっぱりですね。ですが、お久しぶりです。昨年末以来ですか。ああ、そうなるな。ハーシェル女子も久しぶりだ。さぞ憲兵少佐さん相手に窮屈な思いをしてるんじゃねえか。それほど。でも当てこすりはやめてもらおうか、アランドール少佐。それとあんたともお久しぶりか、オルランド。うちの筆頭が無理を言っちまったみたいだな。らしくねえじゃねえか、スケアクロー。こっちこそあんたに借りはあったが、それこそ今更って話だろ。イーブンで行こうぜ。イーブンで。そう言ってくれると助かるぜ。で、どうした、鉄血の懐刀殿。私のことは気にするな。いくらでも休活を除するがよい。いえ、お初にお目にかかります。帝国軍情報局特務少佐、レクター・アランドールであります。お見知りおきのほど。乙女や上昇と違って確かにまみえるのは初めてか。私がここに赴任した流れを考えると、とても初めてとは思えぬがな。過大なお言葉、宦官の至りであります。怖。あれが黄金の羅刹か。やり合ってるレクター少佐もさすがな面の皮の厚さだが。心臓に悪いな。まあよい、そろそろ本題に入ってもらうとしよう。くしくもここに鉄道憲兵隊と情報局の少佐殿たちがいる。さて、どのような面白い話をしてくれるのかな。
なんやて？Thank you.
ほんま、おおきにな。
じゃあゲームスタートっすね。Thank you.
やるか。よし、じゃあお待たせ。やるか。よし、お待たせ。やるか。よし、お待たせ。
失礼します。俺の番だな。はーい。
行きます。頼もしい限りだ。チャンスです。今だ。行きます。それ行くよ。とりゃ行くぞ。やったな。僕たちの勝ち。あれ、ショットだ。先へ進むには対応するスイッチを。こちらの先生です。見ろ、早く。今だ。やり。行くよ。詳細情報ゲットです。僕の番だね。ありがとう。僕の番だね。蹴散らせ。行くぞ。Thank you.
きます。ブリューナク起動、照射。私の番です。アークス駆動。それ。俺の番だな。ミノク、ハヤテ。今のは完璧だね。ああ、合わせてくれてありがとな。トレジャーを発見しました。行くぞ、突撃陣、烈火。引くぞ。戦闘終了、お疲れ様でした。形式番号 OZ74 ブラックラビットアルティナ、これより迎撃を開始します。お、本当に一個違いなんだ。それじゃあ行くよ、母ちゃん。ミリアム、アルティナ、君たちとの付き合いも長いし、ある程度は分かっているつもりだ。ディーン教官、二人
人の出身が黒の工房という正体不明なところであるのも知っている。そこで過ごした時の記憶は消され、情報局に引き渡されたことも、戦術核という不可思議な武装と同期する能力を持っていることも。厳密には人間じゃないってことも。明言はしていませんが、類する発言は何度もしていましたね。確かに私たちはホムンクルス、人工的に生み出された存在です。と言っても遺伝子は人間とほとんど変わらないみたいなんだけど、その割には背が全然伸びないのは納得できないけどさ。それは同意です。まあ私にはまだ成長の可能性が残されていると思いますが。僕だって負けないんだから。うすうす気づいていたし、彼女たちからもそれとなく聞いた話だ。だが黒の攻防、結社を裏切って内戦の最後に彼に取り込まれた組織、妖精で各地に出向いた時にも調べたが、結局何も手がかりはつかめなかった。記憶を消された彼女たちはもちろん、ネクター少佐ですら何も知らないらしい。一体どういう、何の目的でミリアムやアルティラを。おいリーンってば。もう何をぼーっとしてんのさ。体調が優れませんか。なら一旦小休止を。大丈夫だ、気にしないでくれ。ミリアムはミリアムだし、アルティナがアルティナであるのはそもそも何も変わらないんだしな。リーンってば、何当たり前のこと言ってるのさ。でもありがとね。それこそ礼を言われることじゃないだろう。テスト評価に影響します。問題なければ探索を続行しましょう。ああ、行こう。改めてレッツゴーだね。やっやっ。私の番です。それ俺の番だな。見ろ、早く行きます。行くぞ。はよし、これで大丈夫だ。各種ステータスアップです。そう、チャージ完了です。
アークス駆動。行くよ。目覚めた気分はどうだ、ミリアム・オライオン君。君を新たな子供たちに迎えよう。まずは彼らからいろいろ学ぶといい。
行きます。大丈夫だ。お宝発見。えい。大丈夫か？よし、掴んだ。やみなさん、もうすぐ終点ですけど。って、あれ、博士？したんですか？なんでもない。オペレーションに集中しろ。なんだ？
強敵です。注意してください。させるか。行くぞ。私の番です。はっ。ありがとう。私の番です。はっ。ありがとう。行くぞ。はっ。今だ。
行きます。やれる。はっ。体力低下。すみません。まい。今のは完璧だね。
ああ、合わせてくれてありがとな。ステータスアップです。
いや、お疲れさん。それじゃあまたね、二人とも。あーちゃん、僕の代わりにしっかりリンを見といてよね。リンもあーちゃんのことよろしく。言われずともこれも任務ですし。いろいろ大変かもしれないが、ミリアムも頑張ってくれ。ねしし、了解。そんじゃな。しまったか。なんだか一気に静かになったな。アルティノ、私と彼女は本当に同じなのでしょうか。形式番号は私が最新、少なくとも基本的なスペックで劣ることはないと自負しています。ですがどうしてあんな。ミリアムはミリアム、アルティナはアルティナだ。君にもいつかきっと見つかる。アルティナがアルティナらしくあれる道が。私らしく、難題続きです。本当に皆さん、こんばんは。トリスタ放送が4月16日午後9時をお伝えします。1年半ぶりでしょうか、トーク番組アーベントタイム夕べの時間、本日から再開させていただきます。初めての方もいるでしょうから、改めて自己紹介しちゃいますね。本番組の進行を務めさせていただくミスティと言います。1年半前、様々な事情があって貴
ちんとしたご挨拶もなく終了してしまった本番組。皆さんの熱いご要望もあって、こうして再会できたこと本当に嬉しく感謝しています。学生だったリスナーの皆さんは卒業して社会人になったのかな。新入生やそうでない皆さんも改めてお付き合いいただければ幸いです。さて、4月も中旬、ライノの花も真っ盛りですね。今収録している場所は、以前収録したトリスタと比べてライノの木は多くないんですが、それでも新たな出会いや懐かしい人たちとの再会なんかも予感させる季節ですよね。皆さんも忙しい新生活の中でも、ふと街中を舞う白い花びらに目を向けてみてはどうでしょう。それでは早速、番組再開を記念し、各地のリスナーからのお便りを紹介していきますね。まずは、セントアーク在住、ラジオネームミス古書店さんからの。
Thank you.
シドニー、状態がふらつきすぎだ。もう少し腰を落として滑るように前進するといい。無茶言わないでくれよ。さすがだな、ゼシカ。そのまま旋回して交代しな。へえ。Hey, t'as eu ici le chat. よーし。はっ。チャンス。
Ça va tant qu'il sort pas le marteau piqueur. J'en connais un, c'est pareil. Un chat qu'on a trouvé dans notre jardin, qui est resté pendant 2 semaines. Et on le trouvait un peu mal en point, on l'a amené chez le véto. Et on a vu qu'il avait une leucose, apparemment. Espèce de leucémie, ça veut dire qu'un chat qui tombe tout le temps malade et qui vit pas longtemps. Donc elle a, on l'a soigné, on l'a récupéré, et là ça va faire presque 1 an qu'il est chez nous, et il est toujours pas tombé malade. Donc on va aller bientôt refaire une prise de sang pour voir si c'était pas un faux positif, parce qu'on a fait la prise de sang 2 semaines après sa vaccination pour cette maladie. Donc peut-être que pendant les analyses, ils ont trouvé le virus, mais c'était le virus de la peste du vaccin. Il veut tout le temps manger. Il veut tout le temps sortir. Là, il y a de la neige dehors, il veut sortir. シュバルツァー教官殿、せっかくだから英雄様の凄さを直接味わってみたくてね。別に構わないが、いきなりヘクトルで大丈夫か。パワーがある分扱いは難しいから、初心者にはハードルが高いぞ。ああ、そうみたいだな。だがこいつを使うには少しパワーが必要なんでな。 距離では。いや。
ギミックだと。やりやがる。だが先手はもらったぜ。Nous en général vers 4-5 heures il le rentre, on l'appelle, il vient et on le laisse plus sortir. Sur les trois chats qu'on a eu, il y en a deux, c'était comme ça. Ah, tu donnes à 5 heures, toi ?
pas comme le mien. ランクアップだな。